それではこちらのコーナー参りましょう。ガチで天気の知識をつけるガチ天。こちらのコーナーでは、お天気に関するクイズを行っていきます。より気象のことを知って身近に楽しく感じていただくためのコーナーということになっておりますので、ちょっとねこう難しかったり身近なものだったりいろんなジャンルで毎回クイズを行っているんですけれども、皆さんにも楽しみながら知識を深めていただけたらなというふうに思います。私もまだまだお天気に関すること知らないことがたくさんあるので、皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。さあそれではですね、今日はお天気に関するクイズ3問行いたいと思いますけれども、すべて 1枚の空キャンバスに答えていただくものになりますので、空キャンバスまずは見ていきましょうか。はい、ウェザーニュースのウェブサイトのところからぜひ空窓アプリという無料のパソコンのアプリをダウンロードしてみてください。そして必要事項を入力しまして、チャットの画面を開いていただきますと、右下に鉛筆マークが書いてあります。こちらが虹色になっていたら空キャンバスが開いているサインです。こちらを見ていきましょう。ポチッと押すと画面が開きます。はい、今日は虹色現象に関するクイズとなりますので、こちらの3問項目はすべて同じものになっているんですが、どれが当てはまるのか、こういうの難しいよね。はい、この景色苦手だっていう声もありますけれども、そうなんですよね。今回ですね、問1、問2、問3と、3問あります。こちらは一度書いていただいたものを一度送信していただくと、もうそれで送信完了になってしまうので、1問目、2問目解いている間はまだ送信しないでください。3問目まで全て、内容を確認して参加した後、皆さんには送信ボタンを押していただきたいと思いますので、そのあたりご注意いただきたいと思います。1問目、2問目の途中などで送信ボタンは押さないようにしてください。そしてこちらの4択に全てなっているんですが、複数回答かでございます。皆さんこれは当てはまるというものがあれば、2つでも3つでも4つでも丸をつけていただいて大丈夫ですので、正しいと思うものに丸をつけて回答してください。皆さんよろしいでしょうか。はい、さあそれではですね、今項目見てなんとなくこう内容をこんなかなって思った方もいらっしゃるかもしれませんが、今日はちょっと難しいです。難しいかもしれません。はい、楽しく参加してください。今日はですね、虹色現象に関する問題を行っていきます。というのも今週の水曜日や金曜日には特に各地から虹色現象のリポートがたくさん届きました。皆さんも太陽の周りにできる輪っか、ハロだったり、現実や現実感、観天鳥、アークなどなどいろいろなものを見られたという方いらっしゃると思います。今日はそんな虹色現象の中でも特に虹色現象の輪っかのものにね、注目して問題を作ってもらいましたので、そちらの問題をみんなで解いていきたいと思います。最後には予報センターからの解説もあるので、ぜひですね、間違えたらやだなとか、ちょっと難しくてやりたくないなと思わずに気軽に参加していただきたいと思います。ちなみに今日のディレクターはツッキーではございません。今日はちゃんこさんでございます。さあそれでは皆さん、ガチ天よろしいでしょうか。早速問題見ていきたいと思います。では第1問目からいきましょう。こちらです。はい、なんでこのタイミングで、同じタイミングでなんで出したんですか。はい、第1問目、リングの中心にあるものが同じなのはどれという問題でございます。今日は虹色現象、特に輪っかの虹色現象に関するものをテーマにしております。ということで、虹色現象のそのものの、リングの中心にあるものが同じなのはどれでしょうか。ということで、まずはそのリングの中心に何があるのかというものを考えていただければと思います。そしてそれが同じというもの、共通するものを選んで丸をつけてください。項目は先ほど空キャンバスでご紹介した通り、ハロ、現実感、ブロッケン現象、交換となっております。はい、質問の意味がわからないという声が届きましたけれども、今日は虹色現象の輪っかに関する問題を出しているので、虹色現象そのものが輪っかと考えてください。リングです。輪っか、リング、その中心にあるものは一体何なのか。例えばですね、例えば私がこう輪っかを作りますよね。これが虹色現象だとしたら、中心にあるもの、私だったら顔ですよね。これがこう同じもの、もしかしたら顔じゃないものがこう中心になってるっていうものもあるかもしれないので、この中心にあるものが何なのか、そしてそれが同じものっていうのを選んでいただきたいと思います。さ
さあどうでしょうか。難しいですね、難しいですね。はい、ハロ現実感、ブロッケン現象、交換、いかがでしょうか。はい、それでは皆さん考えてください。複数回答かでございます。当てはまると思うもの、同じだと思うものにすべて丸をつけてください。さあでは、お、1分いって大丈夫ですか。はい、1分前でいきましょう。あの1分これ大丈夫ですかね。今日ちょっと解説しっかりやりたいなと思っているんですけれども、1分前でいいんですか、大丈夫ですか。じゃあ1分前でいきましょう。この曲が鳴り終わるまでが一応考えていただく目安となっておりますが、この曲が終わるまでに送信しなければいけないわけではないので、まだ1問目ですのでね、送信ボタンは押さずに待っていていただきたいと思います。考える時間、一つの問題に考える時間として考えていただければと思います。送信ボタンはまだ押さないでくださいね。この曲が鳴り終わっても押さないでくださいね。はい、1分ちょっと長いかな、うん、もうちょっと次からは少なめにしましょう。送信ボタンは押さなくて大丈夫です。まだ押さないでください。この4つがわからないっていう声がありますが、この4つに関してもあのこの後しっかり解説していただくのでお待ちいただければと思います。そうなんですよね、この項目自体が分かってないとなかなか参加しづらいかと思うんですが、そのあたりはちょっとこう思い出したりしながら参加してください。はい、それでは、まだ送信しなくて大丈夫です。むしろ送信まだしないでください。では第2問いきたいと思います。第2問目はこちらです。リングの大きさがその時その時によって変わるものはどれでしょうか。リングの大きさが変わるものはどれでしょうか。いつも同じ大きさのリングになるというものもありますし、その時々いろいろな条件によって輪っか自体の大きさが変わるものもあるということです。その中でこの4つの中で虹色現象の輪っかの大きさがその時々によって変わるものは一体どれでしょうか。次の中から選んでください。同じです。項目はハロ現実感、ブロッケン現象、交換。ちょっと難しいですね難しいですね。はい、リングの大きさが何によって変わるのかというのをちょっと考えていただけるといいかもしれないですね。難しいですね。はい、どうでしょうか。はい、ではこの曲鳴り終わるまでが2問目考える時間の目安にしていただきたいと思います。送信ボタンはまだ押さないでください。太陽の周りにできるハロもね、輪っかになってますけれども、今日は虹色現象の輪っかに関するものがテーマになっております。虹はね、こう輪っかにはなってないので、そういったものではなく今日は輪っかのもの、それがテーマになっております。その輪っかの大きさがその時々によって変わるもの、ある条件などによって大きさ自体が変わるものは一体どれでしょうか。うん、春のリポートなどはたくさん届いていますけれども、日常的に見る方も多いと思いますけれどもね、いつものこう来るリポートとか考えていただけるとちょっとわかるのかなと思います。すごく小さい輪っかを見たことがあるかなとか。さあそろそろ考える時間終了となります。はい、送信ボタンはまだ押さなくって大丈夫です。それではこの後第3問いきましょう。この第3問が最後の問題となりますので、これが解き終わりましたら送信ボタンを押していただいて大丈夫です。それでは最後の問題いきましょう。はい、3問目こちらです。水の粒によって虹色が作られるのはどれでしょう。水の粒によって虹色が作られるのはどれでしょう。
何の粒で作られるのかっていうのがポイントになりますね。水の粒、まあ、粒にもいろいろありますよね。水だったり氷だったり、それが水の粒によって虹色が作られるものは一体どれでしょうか。どうかな、これが一番答えやすいかもしれないですね。もしかしたら要因となっているものを考えていただければと思います。まあでも難しいですよね。なかなか聞き慣れない名前もあるかなと思いますので、うん、では1分前でいきましょう。これはもう昇進締め切り1分前ですかね。ではこの1分前コールが鳴り終わるまでに皆さん送信ボタン今度は押してください。ハロ現実感、ブロッケン現象、交換、この4つの選択肢の中から好きなだけ選んでください。今回第3問ラストの問題となりますので、この音楽が終わるまでに送信ボタン押していただきたいと思います。考える時間短いかもしれませんが、この後しっかり解説があるので、ぜひ皆さんどんどん送ってください。あ、失礼しました、申し訳ない。はい、皆さんいかがでしょう。もうちょっとで終わりです。送信ボタンを押してください。はい、1分前コール終了しました。皆さんソラキャンバス送信できましたでしょうか。はい、ということで今日はですね、ちょっと難易度が高かったかもしれませんけれども、ソラキャンバス締め切らせていただきました。では皆さんからいただいているソラキャンバスを、見ていきましょう。たくさんの数いただいてますので、一つ一つご紹介はできないんですが、一緒にちょっと見ていきましょうか。はい、本日107枚いただいております。お、111枚いただいておりますね。さあ皆さんどうでしょうか。結構分かれているのかな。はい、なるほど、一つだけっていう風にね、選択肢として選んでいる方もいらっしゃいますし、なるほど、リングの中心にあるもの、春と交換が一緒だと思うっていう方もいらっしゃいますね。あとは水の粒でできるもの、ブロッケン現象、交換、結構最後の問題ではブロッケン現象を選んでる方が多いですね。うん、あとは、こちら、全部リングの大きさがその時々によって変わる、全部変わるんじゃないかと答えてくださってる方もいらっしゃいます。はい、そうですね、なかなか難しいですよね。うん、はい、あとはリングの中心にあるものが同じもの全てというふうに言ってくれてるかと思いますね。例えばね、ハロだったら太陽がこう中心にあるようなイメージかなと思うんですけれども、どうでしょう。本当にたくさんの方にご参加いただきました。なかなかブロッケン現象とか交換というのはみっちり説明する機会もね、ソライブの中でなかなかなかったりもするので、難しいかなとも思いますけれども、どうでしょうかね。はい、こちら、うん、その時々によってリングの大きさが変わるものはブロッケン現象と交換じゃないか、あの馴染みのあるハロは選ばれてない方もいらっしゃいますしね。はい、結構ばらけてそう、バラバラやなという声がありますが、どうでしょうかね。お、交換をね、すべて選択肢に入れてる方もいらっしゃいます。どうでしょうか。はい、リングの中心にあるもの、交換とハロは同じじゃないかと、うんうんうん、結構ね、皆さん分かれてますかね。そうですね、はい、たくさんありがとうございます。うん、ではですね、正解をここからはまず見ていきたいと思います。それでは本日の回答見ていきましょう。皆さんご自分が書いたものと、照らし合わせてみてください。覚えてるかな。それでは正解はこちらでした。ドンドンドン、はい、1問目、リングの中心にあるものが同じなのはハロと交換、そして2問目、リングの大きさが変わるものは現実感、ブロッケン現象、交換、
その時々によって輪っかの大きさが変わるものですね。この3つ。そして3問目、水の粒によって虹色が作られるのはどれでしょうという問題は、ブロッケン現象と交換となっておりました。さあ皆さんいかがでしたでしょうか。あー現実か入れなかったとか、問い2が間違えたっていう方いらっしゃいますね。1だけ当たった、結構2問目間違えたっていう声も結構ありますね。1問目だけ当てた、うん、なるほどなるほど。さあではここからはですね、より詳しい解説をお聞きしていきたいと思います。それでは予報センターの吉野さん、よろしくお願いします。はい、今日はなかなか難しいという声が多く上がっておりますけれども、はいはい、今ねちょっとチャットでツッコミがあった、うん、ハロは普通のとクドハロがあるはずって書いてあると言われると思って、わざわざ内傘って書いてある。はい、22度ハロのことを指してます。お、今のが正解に重要なポイントになってきますね。はい、これカッコ内傘っていうのがないと、はい、さっきのクドハロとか、うん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 、そう、内傘、22度のハロのことを内傘って言います。なるほどなるほど、はい、だから22度だ。そう、ここのねカッコ書きがあるところがミス。はい、私ももうちょっと強調したらよかったかもしれないですね。そう、はい、実はなるほど、はい、ちゃんと今日の問題の作成者もそこがクドハロはちゃんと書いてたんですね。はい、はい、では吉野さん一つ一つ見ていきたいと思うんですが、はい、予報センターの方からこう虹色現象の説明していただくこともありますけれども、はい、まあ、結構図を使ったりしながらね解説していただきますが、はい、今日はどこから見ていきましょうか。はい、どこから見ていきましょうか。リングの中心にあるものが同じなのはっていうところですね。はい、そうですね、はい、ハローと交換、うん、ハローと交換は中心に太陽があります。ハローはこれですね。で、はい、交換の場合はこの太陽のここにあったかな、交換はこういう感じですね、はい、太陽が中心にあってその周囲にこういう輪っかができる、うん、なのでハローと交換は太陽が中心ですけれども、ブロッケン現象は例えば飛行機とか人の影が中心になりますので、はい、中心に見えるのはこの場合は飛行機の影になってますよね、うん、あとあの山とかで見られる現象の時は人が中心になりますので、ブロッケン現象の中心は影になる人や物、はい、でもう一つ現実感はよいしょ、中心が太陽ではなくて太陽を通りますので、天頂、空のてっぺんのちょうど90度上のところが中心になります。うん、なるほど。のでこの問題の回答は、はい、これとこれがどっちも太陽ということで、中心が太陽、はい、はい、ということになります。うんうん、はい、うん、ハローとアークの画像を見ると、はい、ハローも現実感もこう同じような輪っかにはなっておりますけれども、はい、全然やっぱり違うものなんですね。太陽を中心してますし、はい、現実感は太陽の中心を通るんです、ね、そうですね、そこがポイントです。ということは現実感が見られているときは、はい、こう大きく見えているときっていうのはこう自分が後ろを向いたりしても見えているということですか。はい、あるはず。お、なるほど、はい、ハローはそっちしか見えないですけどね。ハローはそっちしか見えませんけれども、うん、現実感はこっちの方、太陽の方を見ているとしても、この辺は後ろ側です。画面が出るかな。はい、はい、後ろ側、そうですよね、はい、自分がくるっと回ってもそう一周回ってる、見られているはずということですね。はい、そうなんですよ。なるほどなるほど、現実感が難しい。はい、でこの図を見ると分かる通り、はい、問いにリングの大きさが変わるものは、さっきハローは出ましたけれども、はい、ハロー、いわゆる22度ハローと呼ばれる内傘そのものは常に22度に出ます。はい、あの22度のハローやクドハローはあの同じハローという名前ついてますけれども別物と考えてください。うん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 、はい、22度ハローがクドハローに変化するわけではありません。なるほど、っていうところがポイントです。はい、なのであの22度とクドハローは同時にも出現するので、うん、二重に見えたりしますもんね。はい、二重に見えることもありますから、はい、あのリングの大きさが変わるではない、うん、ということです。そのもの自体が違うものということですね。そのもの自体は違うものです。はい、で現実感に関しては
現実か。太陽の高さによって変わります。太陽の高さがもっと高いところにありますと、太陽の中心を現実感が通りますので、天頂から見るとこういう円になります。あ、緑の方かな。なので、はい、人間から見ると大きさがこの大きさからこの大きさに変わるわけですね。で、天頂に近くに見える現実感はこういう小さい輪っかになるので、場合によっては春より小さくなるぐらいのところもあります。なるほど、はい、高いところに行くと小さくなって、低いところ、いわゆる地平線に近いものだともう横に伸びるようなふうに見えるということで、これはあの太陽の高さで同じ現実感という現象なんですけれども、大きさが変わると。はい。で、そして光環とブロッケン現象は水滴によるものなんですけれども、はい、この水滴による現象は粒の大きさと虹色の輪の大きさが変わってきます。はい。これは解説という現象の特徴で、曲がる屈折率が変わるため虹色の輪の大きさが変わってくるということになりますね。はい。うんうんうん。この光環の大きさがこの水滴の大きさによって少し広がったりすると、いうことになるわけです。なるほど、はいはい、ということで問題2の答えが変わらないのは春のみ、変わらないのが春、あとは変わるということですね。現実感などは、はい、こう夕方の時間帯とかそれくらいの時がじゃあ大きく見えるっていうことですかね。夕方の時はもう太陽の中心を通って現実を通る横の一直線のラインに見える、はい、いうことになります。太陽もこう低くなってきてますね。はい、低くなりますので、はい、だから結構こういうリポートもつい 2,3 日前届いたな、ありましたよね。はい。あ、吉野さん、月ハロも太陽のハロと大きさ同じですよね。基本は一緒です。基本は一緒です、ぴったり22度ではないんですけどね、はい、ほぼ22度。なるほど。ということで、はい。はい。わかりました。で、今のにも答え出てきましたけれども、そうですね、はい、水滴に関する話。水滴で水の粒で虹色が作られるのはブロッケン現象と交換。はい。で、ハロと現実感、こっちのこの種類ですね。この類は基本的には氷の粒で作られます。うん。で、こちらは水の粒で作られます。氷か水かっていうところが、はい、氷か水か違いになるんですね。はい、こっちは解説という現象と屈折という現象の違いで、ブロッケン現象や交換の方が分光ですね、色の分かれか虹色の分かれ方がなんとなく曖昧ですよね。そうですね、はい、確かに。そうで、氷の粒で屈折する方が虹色がくっきり出る傾向が、ね、ただね、これも氷の粒の向きによって虹色に出たり、はい、あんまり虹色が出なかったりするというね、ことになりますので、はい、花粉交換はこの交換の中でも特別に花粉で現れるものとまた違うんですよね。思ってもらえればいいと思います。はい、仕組みは一緒です。水滴化交換と仕組みは一緒ですけれども、はい、そのなんだろう、オプションというか、オプション、仲間ですね。なるほど、はい、その虹色がはっきり出るというのが特徴、はい、特に寒天調アーク、寒水平アークなんかは比較的虹色がはっきり出やすいですね。そうですね。ハロは、ね、意外と虹色にあんまり見えないんですよ実は。確かにアークの方が濃い感じで見えますよね。ラテラルアークもそうですし、はい、タンジェントアークなんかも結構鮮やかに見えます。こんなに種類あるんですね、はい、そう、見たことないのがラテラルアークとパリアークはまだ見たことないんだよな。あと現実感見たら3つないな、こんな現実感見たいんですよっていう話を。現実感は、ね、意外とねずっと林さんとしてたんですけど、現実感意外と出ないんですよ、はい、なるほど。あと吉野さん、先ほど、その時々によってリングの大きさが変わるものはどれ、はい、っていうところでちょっと質問があったんですが、はいはい、ブロッケン現象に関してはどういうシチュエーションで変わってくるんでしょうかという話が。基本的に先ほどの交換と同じですね、はい、これ粒の大きさ、粒の大きさ、あと対象物の大きさでもねちょっと変わったりしますけれども、雨粒というか水滴の大きさの違いで、はい、こういう粒が並んでいるときにこの
隙間を通るときに曲げられる現象ですので、うん、この粒の大きさと揃い方によってこの曲げられる角度が違ってくるので、はい、大きさが変わってくるということになります。現実感が見えると感動します。はい、そうですよね。氷の粒では起きないですかという質問も来てますね。粒が大きいんですよね、うん、そうそうそう、その辺のね詳しいところまで行くとね実は答えられない、はい、難しいそうですよね。ちょっとその事前の準備もありますしね。話がすごい難しいんですよ、はい、うんうんうん、マリンアークはねリポートでもなんか数回しか届いたことない。リポートでものすごく少ないのがこれとこれ、はい、すごい少ないです。うーん、外傘もハロの一つですよね。外傘はね大きすぎて見えないっていうのもあるんです。あ、なるほど。実はスマホとか普通の写真では外傘は全部捉えられません。一度ね送っていただいたことがあるんですけれども、はい、あのパノラマで撮影したそうです、そのリポート。あー、パノラマ撮影しないと入りきらないんですね。そうなんですよ。この間ねラテラマークが綺麗に出てた時ひょっとしたら外傘見えてるんじゃないかなと思ったんですけれども、そこまで捉えられたねリポートがないのと、あとラテラルアークがあまりにも鮮やかに見えるとこの上部ラテラルアークと下部ラテラルアークがこうきっちり見えて、はい、外傘との、あの区別が明確につかないっていうところもあって非常に外傘は見つけづらい現象、現れづらい。そう、解像度のものちょっと明るさもありますね。あの屈折の関係もありまして あんまり明るく出ないんで、はい、いやでも外傘相当大きいですよ。だって45度、46度ぐらいですかね太陽の視野が。46度太陽から離れてるってこんだけ離れてるわけだから、そうかそうか、ここにこう出るわけだから、そうですよね、ものすごくでっかいですよ。そうですよね。だから自分のところの視野角でいくと90度以上ないと、画角いわゆるカメラの画角でいうと90度以上ないと入らないってことなんで、なるほど、相当難しいですそうですよね、はい、はい、そう考えれば分かるかな、うんうんうん、分かりました。鮮やかなもので意外と見つけやすいのが寒天チョアーク。寒天チョアークいいですよね。いいですよねって思うんですけどね、結構綺麗に見えてる時ありますよね。意外と出る、うん、そう。でも寒天チョアークは天カメで撮れないっていうね、ちょっと上向けないですもんね、はい、角度が70度ぐらいあるんで、うん、天カメで撮れない。うんうん、寒天チョアークはね 3,4 回は見られる。意外と出てるんです。なんで見つけられないか、はい、上を見ないといけない。気づかないからですかね、はい、やっぱハロが一番太陽にも近いので、はい、太陽に近いんですけれども存在に気づく方が多いんですかね。あのこう腕を伸ばして太陽の中心をここに置いて、はい、ちょうどここの高さに大体ハロが出ます。ここが大体20度ぐらいなんです。拳2つで寒天チョアークは、はい、太陽のところに親指を置いてもう一個指を重ねてところに、ね、例えば太陽がこの辺に出てるとしたらどれくらい高いところに出るか、結構高いでしょ。あ、そういうのすごい知りたいですね。目安にこうなりますもんね。目安になります。それで探すんです。なんか吉野図ブック作ってください。吉野図虹色ブックみたいな、うん、前作った資料出してください。欲しくなっちゃいました。で寒天チョアークは、はい、あの日没の前2時間ぐらいと、はい、あの日の出後2時間ぐらいが一番鮮やかに現れやすい角度的に。あ、それはその高度の問題なんですね。高度の問題、あのだいたい太陽高度が22度くらいになる時が一番鮮やかに見られるので、はい、だいたいその高度っていうのが日の出から2時間後、うん、もしくは日の入りの2時間前、あれまで言うと夕方だと4時ぐらい、はい、で朝だと何時くらいだ、8時くらいかな、が見やすいと。分かりました、はい、やっぱりその薄雲が広がってるくらいの時が狙い目ですね、うん、薄雲が広がっててそのぐらいの時間だとちょっと上を、うん、だ絶対ね巻雲とか広がってる時はないかなって絶対見る。ちょっとこう探しちゃいますよね。そう、はい、で普通上見ないんで寒天チョアーク上見ないといけないんで、うん、はい、あ、1回見るとここに出るのかって分かるっていう声がありますが、確かにそうですね。ちなみにあのここの幕張テクノガーデンですと、はい、ちょうどあの いつも中継してるところなんでね、うん、玄関でそこからちょっと駅方面に行ったところから、はい、ちょうどねビルのてっぺんぐらいの高さ。おお、そうするとそう大体見えてる。寒天チョアークが出る位置は大体ビルのてっぺんぐらい。なるほど。そう、
結構そう場所によってここだったらここから見るとこうだよっていうのもちょっと集めたら面白いかもしれないですね、うん、分かる。だから相当高いところに似てる、はい、うんうんうん、はい、分かりました。ちなみにこれからだんだん春になって太陽光度高くなってくると今度は冠水閉約のチャンスも増えてくるので、はい、あ、そうですね、うん、冠水閉約は夏のお昼頃、これがねちょうど目の高さのあたりに見てるんで、うーん、一番見えやすいですね、はい、ゴールデンウィークの頃から出ますこれ。あ、毎年絶対にゴールデンウィークに冠水閉約のリポート1回は届くんです、はい、あ、本当ですか。今年も注目ですね、うん、外に出て行楽してる人が多いんで、はい、そっかそこで見つけるとすごい。そうそう、運動会のと一緒のセットのリポートも結構きます。はい、冠水閉約は本当に目の高さぐらいに出るんで見つけやすい。はい、分かりました。冠水閉約とカメラ当てられると現実感同時ってすごいな、豪華だな。うん、すごいですね。そう、冠水閉約が出たら初夏だなっていう。なるほど、あ、季節の歩みを感じますっていう声もいただいてますね、うん、あれね、目の高さですごく鮮やかに見えるんで、うん、地震の前兆じゃないかってよくね世の中では騒がれます。知ってると、あのウェザーリポーターみんな知ってるせいか虹色発見ってみんな言うんだけど、そうですね、世の中的には地震かみたいな。確かに確かに、そういう話出たりしますもんね。知らせで見た。あ、いいですね、知らせで。そう、別の意味で騒ぐ。冠水閉約がすんごい鮮やかに出るんでね、うんうんうん、はい、はい、分かりました。またじゃあそのあたり、うん、リポートでも届いたらまたご紹介したいですね。前にね、はい、あのずっと昔なんかないとかなんかで、ね、はい、あの今までに皆さんからいただいたリポートをなんか、はい、総揃いで、ね、出したことがあったんで、あ、そのうちまたそういうのやっても面白いかもしれない。ぜひまたやりたいですね、はいはい、ちゃんと集めてます。分かりました、さすがです。またじゃあちょっと 見られる機会があると嬉しいなと思います、はい、ちゃんとあの皆さんのリポートキープしてありますので大丈夫です。はい、はい、分かりました。では吉野さんありがとうございます、はい、ありがとうございます。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。吉野さんの詳しい解説でイメージがこう今までよりできた方も多かったんじゃないかなと思います。私もね、今いつだったらこれぐらいの高さでっていう話をしてくれたので、後ほど見返してメモしておきたいなと思いますけれども、今回はですね、この虹色の輪っか中心にあるものが同じなのはどれなのか、そしてリングの大きさがその時々で変わるものはどれなのか、水の粒によって虹色が作られるのはどれなのか、こちらの3問を皆さんに考えていただきました、ぜひですね、今日やったことまた虹色現象を見るときには思い出していただきたいと思いますし、うん、復習が必要だなといただいているので、私も復習したいなというふうに思います。高さとかね、すごくあのこれから見つけるのにも役立つと思いますので、はい、分かりやすかったなといただきましてばっかの問題でしたね。ということで皆さんご参加ありがとうございました。ガチ10のコーナーをお送りしました。